いよいよチェックアウトですから忘れ物を確認しないとね。これ忘れたら大変。コンタクトレンズ、それからね、お花坊さん、こんな三木本ってあれでしょ、あの真珠のやつでしょ多分。この化粧品だ、これボディーソープ、シャンプー、コンディショナー、すごい、もらっちゃおうかな、これこの風呂場がここにあるんですけど、もうこれなんかね、お風呂共用じゃなくてね、この部屋はついてるんですけど、こんな立派な格子天井だったか。おはようございます。今日は2020年の10月の11日日曜日、いよいよ今日が最終日です。朝本願寺の鐘がゴーンと鳴りまして、宿の中にも入ってきました。あ、鳴り終わったかなと思ったらまた次がね、終わったかなと思ったらここまたゴーンと鳴る。ちょうど目覚ましの効果なんかもあるんじゃないですかね。まあお寺からしたら5時20分に起きるんじゃ遅いかもしれませんが、ともかく今朝の6時少し回ったところです。最終日の今日はここから大阪街道、京街道へ向かいまして、そして最終目的地大阪高麗橋まで行き、これで東海道57次江戸と大阪を結んだ主要ルートを全部制覇するということになります。これから先残る宿場町は伏見、淀、枚方、森口です。この4つを全部行けばあとは最終目的地大阪ということになります。京都から大阪までの距離はおよそ55キロです。結構離れてるんですよね。新快速が速いからもう目の鼻の先なのかなと思って、昨日の夜に距離の長さもう一度確認してみたら、あ、意外とあるじゃんと思い、余裕を持って早朝に出発をすることにしました。今日は曇りの天気の予報でしたが、朝からこのように晴れています。これからもっと天気が悪くなるということはないでしょう。五条通りからは清水寺の境内がよく見渡せます。五条大橋に来ました。朝は誰もいませんね。前方に清水五条の駅があります。もともとは大阪と京都の間を結ぶ道の起点というか、まあ、その最終目的地やってくる場所の一つはこの五条大橋だったようですが、現在ではこれよりも随分上流の三条大橋に変わっています。ここからまっすぐ五条坂を登っていった方が大阪には最短距離行けると思いますけどね。五条大橋から続いてきた私の今走った道、これが国道1号線です。1号線はさっき言ったように最短距離で五条から京都に入って、そして最終目的地の大阪へ抜けて出ていくという構造をしています。でもあれですね、五条坂っていうのは1号線沿いの道のことを言うんじゃなくて、どうも清水寺の方に向かうこの細い道を言うみたいだな。京都に行ったらね、大体初めて来た人は歩く道になるんじゃないですか。せっかく京都へ来ましたので、それらしい景色を楽しみたいと思いましたが、日中はもう観光客がわんさかいて、いくらコロナで減ってるとは言っても多分今もわんさかいて、まあ、かなり見物はしづらい状況だと思いますので、朝のこの時間に来ることにしました。この時間であれば自転車で走ることも許されています。8時以降は自動車の車両は禁止ですけどね。京都のお寺は結構朝早くから開いておりまして、あそこは朝6時から、他にももっと早くから開いているところもあるかもしれないし、意外と営業時間は長いようです。お寺は拝観料を取るんですけども、それはあくまで観光客対応のための資金だそうでして、実は正式な格好で袈裟を着てきちんと身なりを整えていけばお金はかからない、そんな話を聞いたことがあります。この辺りは清水寺の開いた直後か、もしくは閉まった直後の昨日割と長い時期6時ぐらいのね、夕方の時間に来るととても景色のいいところですよ。お客さんがいないからね。前ゴールデンウィークに来ましたけど、その時でも人いなかったもんな、夕方の6時半とか。なんか間違えちゃったのかな。清水寺から少し下ってきて、この辺りを六原というそうですが、
ここにはもともと鎌倉幕府の施設六原丹大がありました。学校で習ったんでみんな知ってると思うんですけど、この石碑を逆側から見るとこの付近六原丹大の跡地です、そんな風なことが書いてあるそうです。六原丹大は鎌倉幕府の中でも相当重要な施設だったらしいんですが、幕府が終わるときに足利尊氏に攻撃されて焼けてなくなってしまいました。ただ全部なくなったわけではなく、その北側にあった門がどうも残ったようでして、その門はすぐ近くにあった同じ禅宗鎌倉時代に作られたこの建仁寺の勅使門、最も格式の高い門として転用されています。この門の柱を見てみると、ここは違いますけれど、ところどころ何か刺さったような跡がありまして、まあ元々の木の穴っていうこともあるんでしょうけど、こういった傷は足利尊氏が六原丹大を滅ぼした時、鎌倉幕府がもうそろそろ消えゆくと、そういう時についたものではないかと言われているそうです。矢の傷がいっぱいついているから矢の根門と呼ばれています。まあ、しかしなんでいきなり六原丹大の話なんかし始めたんだと思うかもしれませんが、もう一箇所皆さんに紹介するところがあります。左北知恩院、こっちでいいのかな、まあこっちから行くか、人いなさそうですしね。すぐに知恩院の門の前に着きました。こんなにすぐ着くとはね、自転車楽でいいですね。説明書きを読んでみましょう。江戸時代には家康、秀忠、家光の外務を受け、現在のような大伽藍が造営された。中でも日本最大級の木造二重門である三門、それから、法然上人を祀る御影堂は日本が誇る歴史文化遺産で、どちらも国宝だと書いてあります。本当に見上げるばかりの立派な大きな大きな門です。徳川幕府が一番勢いのあった江戸時代の初め頃に、徳川家のお金を使ってこんな立派な伽藍が作られました。そしてこの知恩院ですが、京都の街中を見下ろすことができるこんな高台のところに立っておりまして、自転車すぐそこに置いていてね、放置自転車になっちゃうんでこれより離れることはできないんですけど、このぐらいの高さでも街の中がよく見えます。実際にはもっと大きい建物ですし、もっと高い土地がありますから、そこから行けばきっと御所の中も全部見渡せるでしょうね。知恩院も高いところからかなり立派な建物で、京都の御所を見下ろして、そして見ているぞというアピールをする目的があったということも言われておりまして、六原丹大しかり、この知恩院しかり、幕府側から皇族を見下ろして、そして監視をするような施設がこの辺りには多く並んでいたようです。その知恩院から少し進めば、もうすぐに旧東海道が目の前を横切ります。ここが三条通りです。左へ行けば三条大橋です。だからもしも宮中で何か変なことを企てて、そして徳川幕府に盾つこうもんなら、さあどうなるかはもうお気づきですよね。まるでそんな風なことを言っているかのように立派な知恩院の門は見えています。さっき私の紹介した六原丹大も、もともとは平清盛の家がたまたまあったんで、そこに場所を決めたらしいんですが、京都から東へ行く時の鎌倉時代頃の東海道のルート、それにかなりほど近いところにありまして、やはり京都から外へ出て行こうとする勢力の監視にはうってつけだったように思われます。さあ、このようなわけで三条大橋にまた今日もやってきましたが、しかし今朝の8時になっていまして、そろそろ出発するべき時間です。これから大阪までは基本的にこの京阪電車と沿うような形で走ります。ただし今からしばらくの間はまず東海道を逆戻りすることになっています。さあ、それでは3日ぶり、そして最後の自転車での長旅です。コンビニで立派なパンを買いました。パンは京都の名物です。これを食べ終わったら、次は東海道で言えば54番目の宿場、伏見宿です。早速坂を登ってきまして、この辺りが東山、もう少し行けば毛穴、そして山科の坂道に続きます。草津で天井川を紹介しましたが、実は京都にもあります。これは人為的に作ったもので、左手に行くと琵琶湖、右手が南禅寺、そして最終的に鴨川に至る琵琶湖疎水です。ここにこれを作ったのは水運のルートを作るため、それから水力発電の源とするためということだったそうですが、ぐるっとひねったような形をしているこのレンガの積み方から、
このトンネルはねじりマンボウと呼ばれているそうです。だんだん坂道を登ってきて、もう都は過ぎ去った感があります。立派な神社があります。これ交通安全の神社だそうでして、東海道をこれからずっと江戸へ向かう人たちがここで旅の安全を祈っていったそうです。ちょうどまさにここが京都の出入り口というところですからね。これを過ぎると放置自転車になっちゃうからちょっと戻っておきます。右にありますこの山、アワター山といいまして、さっきデイリー山崎でパンを買ったあの辺りに昔粟田口という京都の出入り口があったそうですが、その名前の由来となったところです。他に知られる京都の出入り口では、丹波の国方面、現在の山陰本線の京都の駅から2つ目のところ丹波口という駅がありますが、丹波口というのももともとは京都の出入り口の名前だったのでした。南以外は全部山に囲まれた京都です。だから早速このような割と本格的な山岳地の様相になりますが、車の出入りは活発で、それがまた不思議な光景です。ちょうど前方、東海道本線の新快速、七条からやってきた東海道線の電車と、三条からやってきたこの三条通りというか旧東海道がそれぞれ山科で合流します。京都の街を抜けるには2度の山越えが必要です。まず最初は京都市街とこの山科の間にあるさっき越えてきた粟田山、続いて粟田山から先、さらに大津へ抜けるためにもう一度大阪山を越えることになります。ただ大阪山の中腹から大阪方面、京海道が分岐をしていきますので、今度は途中まで登ればいいわけです。そしてもうそろそろ京都府は終わりです。山の中腹まで登ってきますと、この辺りの住宅街に止まっている車は滋賀ナンバーと京都ナンバーが混在するようになります。まだ京都府内ではあるんですけどね。この交差点までが京都府です。ここから先滋賀県に入ります。ただこの後もう一度京都府内に戻ってくることになっています。不思議な走り方をするのは江戸時代にこの辺りの街道を整備した時の事情が関係していると思われます。この辺りでは何度も県境を出たり入ったりすることになります。大通りの右側と左側で県境が分かれてしまっているからです。今もう一度これをくぐって京都府内に入ります。なぜわざわざ一旦滋賀県の方まで行って山の中腹まで登った後またくるっと向きを変えて降りてくるのかというと、あの車はウインカーが出っ放しになってるだけか。これは豊臣政権が道を作ったのにうまく接続してそのまま流用した方が使いやすかったという理由と、それから大名武家と京都の公家を接触させるのを避けるためという2つの説があるそうです。ともかく登りきりまして、今これ以上の登りは必要なくなりました。ここから先さらに大阪山が続き、ずっと登っていくと大津市、要は完全に元来た道を戻るということになりますが、久しぶり2度目の登場です。今度はこれから左側、京海道、大阪海道、大阪方面に向かうことになります。この左側が豊臣秀吉が整備した道なんですね。でこっちはまあ昔からというよりは家康が整備した道と考える方がいいかと思います。なおこれから先は京海道とか大阪海道とか言うと理解がしがたいのですが、事実上ここから先は東海道なわけですから、私は東海道57次ということで全部今からの道を東海道と呼ばせてもらうことにします。この辺りの車通りは活発で、今でもいろんな方向に車が右へ左へと分かれていって、まさに追い分けの雰囲気です。ここはひげ茶屋の追い分けとかそういうふうにも言われますし、それから山科追い分けとも言われるし、ともかく分岐点、追い分けの地名が今でもついています。さっきの追い分けを過ぎてしまうと拍子抜けするほど昔のものは残っていないようですね。もうちょっと先へ進めば分かりませんが、ここにあります一里塚といってもこれも後ですよね。今までずっともっと地がめっきり盛られたのを見てきましたが、ちょっと小高くなってはいるようですけれど、これは早いとこ伏見に行った方がいいかもしれないな。最終的にいろいろぐるぐる走った後、しばらくは名神高速と並走するらしいんですが、この道ね、とても走りづらい、道の様子が走りづらいとかそういうことではなく、まず特になんか沿道に名所とか旧跡の案内とかもなくてですね、それはないのに文句言うわけじゃないんですけど、旧東海道と比べましてこっちは正式な東海道ではないから、53次という名前もあまりに有名なので、53
53席のその先へ行こうっていう人たちがいないんでしょうね。観光客向けのね案内とか特にないんですよ。だからその古いルートをたどるということも基本的に地図とかをよく見て自分で確認しながら行かなきゃいけない。こっちがあの大阪方面ですよなんて手取り足取り今までのようには教えてくれません。そしてまた京都特有の山がちな地形で走っていてもね疲れます。峠越えとかそういうのはないんですが、ずっと登ったり下ったりの繰り返しで長時間それが続きますので、やっぱ京都っていうのは地形がちょっと厳しいところですよね。三方を山に囲まれているのは縁起が良かったからとか、なんかそういう理由だと聞いています。まあ他にもあるかもしれません。いろんな説があるでしょうね。てかもうなんかね、こんな感じで普通に山岳地帯なんですよ。あそこなんかブドウ畑も立派にあるしね。こっちだけじゃないですよ、この裏にもまた同じぐらいの大きな規模のブドウ畑。まあとは言っても上りがあれば下りがありますので、下りに差し掛かった時はまあ、ああいいんじゃ、なかなかいい道だな、そんな気分になっちゃうんですけどね。厳禁なもんで。沿道の特徴は竹林、京都名物ですかね。京都に入ってからいっぱい見るようになりましたけど、これまではほぼ竹やぶは見ませんでしたよ。今の時代ではさっきの三条からこの伏見までは大して離れていないし、京阪電車に乗ればすぐなんですが、随分大回りをして今来ました。くぐります。この上を通っております列車は奈良線です。もう山道もずっとでちょっと大変でしたけどね。あそこにあるあの山をずっと山の切れるところまで行くと、まあ、三条通りということになりますが、そこの旧東海道をずっと行って、そしてまた向こうからこの山道を越えて今京都市伏見区内に入りました。前方景色が開けてきましたよ。伏見の市街地に入った後、東海道はさらにこの左の方へぐーっと曲がっていきまして、そしてこちら方面にある大阪に淀川に沿って進むということになっています。さてそれでは三条大橋からここまでのルートをちょっと辿ってみようと思いますが、ここです。ここが三条大橋でした。で、まあ、京阪電車でまっすぐにクリア楽なんですけど、そしてまあ昔もきっと縦の移動は鳥羽街道とかありましたのでできたはずなんですが、まあ、今回はですね、京海道全部通るということでここからまず戻りまして、そして、山科をさらに越えて滋賀県に入るところまで、ずっとまずは戻りました。そして今度そこから、この名神高速に大体沿うような形で山あいを縫って、そして今伏見に戻ってきました。そしてこの名神高速なんですが、これ実はですね、この奈良線や JR の東海道本線と関係しておりまして、要するにこの今私が通ってきた道が、まあ、いかに山越えに関して、大変重要なルートであったかという話なんですけれども、さっき紹介したこの三条大橋の方面に行く、本当のこの東海道、ここはですねもうちょっと山が険しくて普通の鉄道では越えることができない、まあ、トンネルを掘れば越えられるんですけれども特殊な鉄道じゃないと越えることができないということで、最初鉄道は通りませんでした。で最初に京都へ鉄道がやってきた時、東海道本線はこの名神高速のルートに沿って、そしてこの伏見まで来た後はこの現在の JR 奈良線の線路の形で京都の駅まで入っていました。今ではこの間紹介したように大津と山科の間大阪山のトンネルを掘りましたから、こちらに鉄道を通す必要もなくなりましたが、昔の東海道本線は私が今辿ってきたのと同じように坂道をなんとか迂回しながら、しかし険しい坂道を越えて京都の町へ入っていたのです。いろいろ説明した後ですけれど、ガードがあるとついついくぐりたくなっちゃうんですが、どうもねくぐるのは間違いみたいです。くぐるちょっと手前のところで曲がんなきゃいけなかった。難しいな、やっぱり何にも書いてないですから。当時の面影も東海道ほどには残ってないしね。もうほんとえらく急な道でね、わざわざ急な道になるように作ってんじゃないかなってぐらいですよ。さっき奈良線の電車を取っていったらおじいさんに話しかけられましたけど、今日の朝だけでね京都市内でおじいさんに話しかけられたことがもう3度目になります。いきなり人に話しかけがちなんですかね。別に困ってないんで全然いいんですけど。そしてようやくもうそろそろで伏見宿というところですが、この辺りでやっと京都三条から直接南下してきた最短距離を走る京阪電車と交差します。昔鳥羽街道っていうのは江戸時代にもあったんで、実際には私が辿ってきたみたいな変な動き方はしなかったでしょうけどね。三条から遠回りで来ましたので随分時間がかかりましたけれど、ともかく到着しました。やっぱり京都みたいなお香のいい香りがしますね。54番目の宿場町京都市伏見に到着です。
ここで右手に行くと大阪ですが、ちょっと寄り道をして左手に向かいます。電車がゆっくり走っているあの先には京阪電車の丹波橋の駅があって、おそらくこの地区の中心的な役割を果たしている場所のはずです。とにかく電車はたくさん通るところです。やはり昔からここは重要な街道であり、また町自体も大変役割が大きかったんだということを伺わせます。これは近鉄電車です。さらにそれだけでは飽き足らず JR の電車も走ります。この辺りには線路が5本、JR だけは単線でしたが、最近もう1本増やす工事をしているようです。宿場町をちょっと外れて住宅街の方に入ってきましたが、住宅街にやけに立派な石垣があるな、苔もしてますけど。そんな登ってきましたこちらには桃山城お入り口と書いてあります。到着しました。ここは伏見城桃山城です。いっぱいバイクが止まってるな。広がる立派な門構え、そしてその裏に今でもちらっと見えていますが、このまた立派な天守があって、とてもかっこいいものですが、この伏見城というのはもともと豊臣秀吉の居所として作られました。大阪城にいるイメージが強いんですけど、実はこの伏見にいることが多くて、京都にも大阪にも大変交通の便が良いこの地を政治の拠点として使っていたようです。で、秀吉はここにあったお城でその人生を終えたんですが、その後も徳川家康の居所として使われて、ここで家康が、幕府を開く前に政治の活動などを行っていたそうです。立派な五重の天守、そして細かいところを見ればさまざま豊臣の家紋がかたどられているのが見えます。歴史的に大変重要な役割を果たしてきたこの伏見城、こんなものがあるぐらいですから、その前にある宿場も当然立派な町並みとなるわけです。ところでですね、ここはとても面白いお城なんですけども、門を見るとこんな風に明らかにチケット売り場らしいものがあって、あ、お城に入るためのチケット売り場なのかなと思うかもしれませんけども、よーく見てみると木製のように見えるんですけども、実は木製ではありません。もともと近鉄系の遊園地ということで開発していましたが、2000年代の初め頃に閉園ということになりまして、そしてそれからは天守の中にも入ることができなくなったそうです。解体する予定だったらしいんですが、あまりにも立派なので、これ町のシンボルに残すことはできませんかと残してですね、実際今でも市民とか観光客が多くこの伏見を訪れています。さあ、もう随分時間がかかってお昼時になってしまいました。お昼ご飯を食べて体力を回復させて気分もリフレッシュして、それでぐんぐん大阪へ向かわないといけませんね。ちなみに改めて説明することではないかもしれませんが、先ほど紹介したあのお城桃山城が政治の拠点として江戸時代が始まるまでずっと活躍をしていましたので、戦国時代の後の時代を安土桃山時代と呼ぶわけです。伏見区の目抜き通りです。じゃあ早速お昼ご飯と思ったんですが、自転車を止める場所がないのでちょっとここで食べるのは難しそうです。まあみんなそこら辺に置いてますけどね。この伏見の名物は日本酒、本当にたくさんお酒が作られているそうですよ。伏見の目抜き通りはここだそうです。みんな自転車放置してますけど、ちゃんと駐輪場に僕は止めましたよ。京都発祥の餃子の王将、一番奥のテーブル席が空いてます。これ1枚ある。ホール片付いたら2名様ご案内。急ぎお昼ご飯を食べてもうちょっと先に進んだら、こんな観光地みたいな雰囲気の場所もあったんですね。伏見を観光する人って結構渋いと思いますけど、見るべき場所はたくさんあるのです。伏見地区の中心部はどうもこの辺りだったようですが、雰囲気のあるような感じに作られているこの道は龍馬通りと書いてありまして、確か坂本龍馬も伏見で死んでしまったんじゃなかったかな、それで龍馬通りなんだと思いますが、ありました寺田屋ね。多分寺田さんがやっている旅館だったから寺田屋なんでしょうね。
すごい古そうですけれども、残念ながら江戸時代のものではなく、しかし明治時代に再建をされたものだそうです。で、坂本龍馬が死んだのがここだと思ったら、そうじゃなくてね、殺されかかったのがこの場所だったそうでした。拳銃を持ってたんで、それで相手を撃ち殺したそうです。その寺田屋事件では坂本龍馬は死ななかったんですけれども、実は寺田屋では2回そういう襲撃事件が起こっていまして、それとは全く別に関係ない時に薩摩藩の人が大勢殺されたらしいんですけども、普通に旅館ってそういう風なことが起こるんですね。もうちょっとなんとかならないのと思うんですけど、泊まる人たちももうちょっと警戒できないのかなと思わなくもないんですが、まあじゃあその代わりに一体お前どうしたらいいんだよと聞かれると何も提案できませんので、まあ仕方のないことだったんですかね。そういうのも他にも伏見には徳川家康が作ったお前調子乗ってんだろみたいな変な神社とかですね、そういうのいろいろあって見ていきたいものはたくさんあるんですが、もう時間がありませんので淀川の方に向かいます。次は東海道の55番目淀です。京阪電車がいっぱい来て幸せですね。こんな幸せな景色を拝めるんだから住んでもいいよな。あっちも特急、こっちも特急ですよ。伏見の宿場街を出た後はしばらく南下することになります。そして京阪電車を渡ってなおも川に当たるまでひたすら南下を続けます。もう間もなく中小島の駅に着きますので速度を落として電車です。大きな音がしていますが、ここに橋があるからです。すぐ脇を流れています。この伏見は本当に川の多いところです。川が多いというのはそれだけ昔にとっては交通の便がいいということになったわけでした。昔は船で移動するのがあらゆる移動手段の中で一番早いと、そういうふうに言われていたわけです。実際そうだったのです。そしてこの京都大阪間の物流はとにかく充実させておくべきでした。だって西日本の二大都市だし、都と天下の台所なんですから、そこを連結させないわけにはいきません。京阪電車の踏切を渡ってすぐ左手に伏見港公園というのがあります。読み方はこれで合ってると思いますが、伏見の港の公園です。ここは別に海に面しているわけではありませんが、川に面しているところに港を作るのは別におかしいことではありません。ただ珍しいことだとは思います。ここから大阪方面まで、あとは淀川の流れに従って、まずは堀川、そして木津川と合流し、他の川と合わさって、そして最終的に大阪の街中まで船でスッと進めば速やかに到着できるのです。30石のお米を乗せることができる船ということで、30石船と呼ばれている船があそこに、おそらくは模擬展示されています。昔ここから大阪方面に急ぐ人は船に乗り換えて、そしてあとは川を下って、大体の場合夜の出発が多かったようですが、夜にここを出ると翌朝には大阪へ到着する夜行の船として淀の川船と呼ばれるものが多数運行されていたそうです。そしてもう本当にそこからすぐにさっきの伏見の町の中を流れていた堀川、これはずっと遡れば京都の町の中を流れる鴨川や高瀬川とつながっています。それがここで速やかに穏やかに流れていく木津川の流れに合流しまして、あとはこの流れに従って進んでいけば大阪まではほどない距離です。もう特に向こうに山も見えません。ここから先は平らな道のりということになります。だからここから船に乗り換えて江戸から大阪までの道中で、歩くのはだいたいここら辺で最後ということもそれなりにあったんじゃないかと思います。ただもちろん全部水運でやっていたわけじゃないし、逆に大阪からこちらへ登ってくる方はこの流れに逆らって上がるようになりますので、ずっと船を引っ張って歩いて登ってくるような状態だったそうです。だから徒歩でやってくるという人もかなり多くて、そっちの方が輸送も効率的な場合がありましたし、もちろん宿泊制度は残っています。この船に関しては鉄道唱歌でも歌われるぐらい結構有名なものです。淀道の川船さを指して下りし話は昔にて瞬く暇に今は行く煙たれ線なの道、聞いたことがあるかどうか、鉄道唱歌のかなり最後の方で出てくる歌詞ですけどね。よいしょ、ここ行くのか。ペダルが引っかかっちゃって上がるのに苦労しましたけど、ともかく走りやすくていいね。この辺こういう風に行くんだったら、昔も実際こういう風に川の包みをずっと行くような感じだったんですかね。ここから先淀、枚方、森口とまだ宿場が3つ続きます。その感覚はおそらく他の宿場の今までの感覚と比べるとかなり空いていると思いますが、これは豊臣秀吉がこの道を設定した時にはまだなかったもので、江戸時代になってからできた、まさしく東海道五十三次と同じような宿泊制度です。
京阪電車がまさか昔の京都大阪間の大動脈をそのまま引き継いでいたと私は不勉強でつい最近まで知りませんでしたし、京都大阪間の旅がねこんなに面白いものだったとは知らなかったですわ。まあ、一方で京都の街を出てくるところまでは意外と退屈でしたね。さあどんどん行きましょう。ここは車道でもあるそうでして自動車みたいなのも走るみたい。お、また出ましたね。国道1号線ですね、これは。1って書いてあるもんな。こんなにまっすぐ大阪へ向かっちゃうんですか。1号線、この辺りの地図見ましたけど、すごいまっすぐ引かれてます。あまり歴史について詳しくないですが、多分、後から相当改良したんでしょうね。もともとは旧東海道を明治時代にそのまんまほとんど引き継いだのが国道1号線の始まりだったと思いますから。高さ 1.9 メートル余裕だった。あ、こっち、ありがとうございます。すいません。ちなみに京都大阪間の一番最初の近代的な移動方法は何であったかと言いますと、これ実はですね、鉄道ではなくて船、さっきの伏見の港から大阪まで蒸気船が出まして、明治の初め頃にですね運転されていたそうです。結構利用者も多かったそうですごい賑わっていたんですけども、まあ、それからしばらくして東海道線ができるとお客さんはそっちに流れてしまったと。多分ね、こんな川を上り下りする定期航路っていうのは明治時代でも結構珍しいんじゃないかと思いますけどね。蒸気船だし、しかもちなみに淀の川舟ですが全く完全に廃止されたのかというと、実は結構乗る機会がありまして定期的に復活しております。まあ、もちろん大昔の船でというわけではなく最近のでしょうけれど、直近ではね昨日やったそうです。昨日だったら私も乗れたんですけども、まあ、自転車の旅なんでね乗ろうかなんて考えたんですが、まあ、さすがにちょっと今回はやめてきました。でも東海道57次の旅ということだったら最後その船に乗って大阪へゴールするのも面白かったかもしれませんね。ちなみに月に何回も何回もやってるからもうほぼ毎週土日みたいな感覚でやってるんじゃないかな。すごいことですよ。さて間もなく淀に着きます。特急は淀を通過してしまうようですが、東海道55番目の宿場町です。こちらこんなの見つけました。戊辰の駅、東軍西軍激突の跡と書いてあります。東海道の55番目淀に到着です。この立派な並ぶ石垣が淀城の跡です。どんなに頼んでも、いやすいませんけど天皇陛下から中入れるな言われてるんで中に入れてもらうことはできませんでした。いや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 、僕ら別に薩摩藩と喧嘩してるんであって天皇陛下に喧嘩ってるわけじゃないんですけど、どれだけ言っても天皇が幕府軍は朝敵になるぞと言ってしまったので、さすがに朝廷の言うことを聞かないというわけにもいかなかったのです。この淀宿は相当特殊な宿場町だったようです。でまず本陣も脇本陣もなかったそうでした。これは今まで何度も説明したように、大名などが泊まる公設の宿ということになっているわけですが、この淀に関しては泊まる用事などはまあ基本的に考慮されず、じゃあ何のためにここに宿場が設置されていたのかというと完全なる物流拠点として設置されていたわけでした。ここから数多くの荷物をやはり淀川に乗せて運搬していて、特にその規模が大きく500隻ほど船があったそうです。今でも阪急、京阪、JR と京都大阪間でいろんな鉄道会社が協力して大量の輸送需要になっているわけですが、当時もそれだけ要するにこの辺りの宿場町、さまざまな港で多くの荷物を運搬するためにそれぞれ得意分野などを使いうまく分担していたんでしょうね。さあそして間もなく淀川を渡ります。淀川というのはまさに正確にはここから始まるんだそうです。木津川と牛川と桂川、その3つがちょうどこの地点で1つにまとまるということになっていて、私が渡るのはそのうちの2つだけです。桂川は私の右手を今流れています。今まず手前を流れております、これが宇治川です。もう少し先に進みますと今度は木津川、サイクルステーションというのかな。木津川と宇治川の間には自転車の必要な人たちがたくさん集まっていました。これを渡
渡っていよいよ大阪府と言いたいところですが、まだ大阪府ではありません。大阪結構遠いんですよ。急がないと夜になっちゃいますよ。いや、なるでしょうね。川を渡ったところには岩清水八幡宮があります。山の下の方も立派ですが、本当に素晴らしいのは上の方だそうで、そこまで行ってこそこの岩清水八幡宮の価値があるのだけれど、よく知らない京都のお坊さんがわざわざここまで来たのに、結局上の方へ登ることはなく、ただ下の方だけ見て満足して行っちゃった、ああやっぱりちゃんと詳しい人に聞いておくべきでしたね、みたいな、そういう話がですね、学校で習いました、マグロの装置じゃなくてなんだっけ、なんかのあれにありましたよ。行く川の流れは絶えずしてのやつ、北条記か。さて、引き続き木津川に沿って対岸を南下することになります。ここから先はこんな感じ。ありがたいことにサイクリングロードのようなものがありますが、自転車に乗る人専用というわけではないので注意していかないといけないでしょうね。自転車に乗る人いっぱいだ。今までで一番多いな。この中に東京から自転車でやってきたという人はごく少数だと思いますが、しかし行こうと思えばみんな東京まで自転車で行けてしまうような、そんな人ばっかり走ってるんじゃないでしょうか。ずいぶん具合が良くなったな。これで一気に距離を縮めましょうね。どうも淀平方間はかなり距離があるようでして、おそらくは4里京ほどあるはずです。まあただこの道ですからね、ずっと漕いでりゃつくし、時間短縮にはいいような区間じゃないですか。さあ、そしてまたしばらく走りまして、ここが京海道なんですけれども、随分高いところを走っています。さっきもそうでしたけどね、土手の上を走るような格好。豊臣秀吉の時代にこの辺りに淀川が溢れないようにと立派な土手を作りまして、そしてそれが現在でも受け継がれているし、街道もその上を通るようになっているのだといいます。この辺りがそうなのかっていうのは知らないんですけど、少なくともここが昔の京海道の道筋であることは間違いないようですよ。ちなみに知らない間にもう大阪府内に入っております。大阪府に入る瞬間はちょっと見たかったですけどね。何を基準にそれを切り替えているのかちょっと私には分からなかったな。あったあった、多分ねこれがそういうことなんだと思うんですけど、さっきも葛葉の駅のところに似たようなのがありましたよ。立派な石垣があるじゃないですか。相当昔の治水工事の跡だと思うんですよね。石垣でやってるぐらいですから。ただ、まあ、秀吉がやったとして知られるのはもうちょっと先に進んだところに行くと見られるんだそうです。川が溢れたらこの辺りはみんな大変なことになるわけですから、その対策みたいなものはもういつでも何度でも繰り返しなされていたし、今でもやっている最中なんじゃないですか、もしかしたら。基本的にずっと淀川か京阪電車に沿って走るだけなんで、とても分かりやすいですよ。と思ったら街道の場所を間違えちゃいました。やっぱりちょっと難しいですね。さあ、そしてこの笠鷺橋というのを渡ると、いよいよ枚方市の中心部に入るようです。もっとも枚方市というのはもうずっとさっきから大阪府に入ってからずっと枚方市ではありましたが、ここから先が中心。お、右側の奥のあの大きい建物、あれが関西学院大学ですか。枚方はかなり観光にも力を入れているようで、川を渡るとすぐにこんな雰囲気です。まさに宿場町という感じ。こういうの久々に見たな。東海道56番目枚方宿に到着です。こんな風に分かりやすく枚方宿の案内をしてくれています。見るとあれなんだな、こっから向こうは全部紀州徳川家の専用の本陣だったんだ。専用本陣ってのがあるんですね。ここにほら書いてありますよ。この町の中心は枚方市の駅です。全部の特急列車が止まる主要駅です。なぜこんなに栄えているのかといえば、やはり淀川の水運があったからで、かつてはこの道のすぐ向こう側に淀川が流れていて、その水が引き込まれていたそうでした。今は全部埋め立てられて、このように関西医科大学、それから関西学院大学など並んでいるようですが、要するにここがもともと枚方宿を発展させてきたところだったということです。多分そういうことだと思うんですが、さっき昔の図の解説があったんですけど、どうも昔はここのこの
くぼんでいるところにたくさんの船がやってきて、そしてここで物資運搬の中継行為を行っていました。そしてまたここから物がついたものがまた他のところへ運ばれたり、ここからまたどころかへ出て行ったり、淀川の水運を盛んにしていたわけです。さすがにこういう歴史を重んじる町になると、ここは昔教会堂だったんですよということが確かに書いてあります。ここから先はどうやって行けばいいのかなと思ったら、おなじみのこんなのがちゃんと書いてありました。多分江戸時代のやつ。右大阪道とありますが、土辺ですね。江戸時代までは大阪の坂が小里辺ではなく土辺だったというのは大変よく知られていることです。駅の近くにこんなチケット屋さんもあるわけでして、また飲み物も異常に安いんですけども、あ、40円になったらいいのにな、40円やったらもう実質ゼロやん、面白いことを言ってる高校生がいました。当たり前のようにそういう会話してましたからね。面白いこと言える人が多いんですかね。枚方には本当いろんなところにその宿場の解説書きがあって、もともとここが宿場町として賑わった場所なのだ、みんなに知ってもらいたいのだという意思がよく伝わってきます。下手な東海道の宿場よりもたくさん枚方宿ということが書いてあります。この枚方の名物ですが、30国船がこの枚方の浜に泊まると、要するに京都方面からやってきた淀川の船がこの辺りにやってくると、ちょうど他の船がまたやってきて、もち食らわんか、酒食らわんかと、そういう風に言ってですね、まあ、車内販売のような感じで、売りつけるような、あの、船がやってきたということでした。こういう茶船がこうちょうど小さい船がやってきて売りに来るっていうんです。今でもあの保津川下りをやるとそういうのを売りに来るのから買い物をすることができますが、それでまあ乱暴な言い方だったんだけれども、それがこの辺りを船で行き来するときの枚方の名物ということになりまして、フラワンカ船と呼ばれたということでございます。でここには書いてないんですが、あの、実際淀川を徳川家康と秀忠が、江戸時代になった後ぐらいですかね、もう最強という状態で、まあ、船で行き来してたんですけれども、なんとそこに海賊がやってきてしまって、そしてその2人はもうあわや死んでしまうのではないか、そういう危機的状況になったことがあったそうでしたが、ちょうどその時に枚方の船乗りの人がそれを助けてくれて、そして、ありがたいと感じたその2人は枚方のその人たちにこの辺りでもう君たちだけが商売やっていいよと独占権を与えたそうです。だからそんなね、まあ、結構名誉あるおまれのような商売の方法でもあるわけです。そのクラワンカーという売り方、それを引き継いで毎月第2日曜日にはクラワンカー561というのをやってるらしいんですけども、今日たまたま第2日曜日です。毎月1回の枚方の町の名物、私もなんか買っていきますかね。ところが実際にはクラワンカー1位というのは、食べ物をクラワンカーといって売るよりも、工芸品をみんなで作ったものをフリーマーケット的な感じで売るイベントであるということが分かりました。またお菓子屋さん、和菓子屋さんみたいなのもあるにはあったんですが、そもそも私が来るのが遅くてちょうど店じまいの時間だったようでした。だから実際には枚方で餅などを食べることはできなかったんですが、まあ探せば売ってるところあったでしょう。それにああいう枚方市民みんなが老若男女集う月毎回1回だけのイベントを見ることができただけでも幸運です。さあ、もうすでに西方の見つけは過ぎています。次が東海道57次の最後であります森口です。さあ、ここで大きな問題があります。バッテリーが切れてしまいました。ただバッテリーは2つ持ちということになっていますので交換すればいいのですが、私は京都大阪間の距離や新快速のせいで甘く見てしまっておりまして、2つとも充電を満タンにはしませんでした。もう1個交換のバッテリーがちゃんとこれで入っていれば別に問題ないんですけども、さあどうでしょうね。あ、まあまああるな、 60% あれば大丈夫だ。いやいや、もうてっきりね 30% ぐらいしかないんじゃないかなと思ってました。それと比べればもう随分いいな。さて、またこの辺に来ると、これ滋賀県の中にしかないのかなと思いましたけど、大阪府内でもありますね。ああ、首が取れちゃってる、なんだこれ、事故があったんだな。お前飛び出すとこうなるぞっていう小学生への警告に感じられますけれど、まあ、ともかくね、あの、こういうのあるんだなと思って、あ、じゃあ一応気をつけていこうと思ったらね、やっぱ気をつけるの得しますよね。かもしれない運転が功を奏しました。さっきね、向こうで子供たちがあのキックボードってなんかあるじゃないですか、あのスケートボードっていうのがなんか板があって、板の上にあの名探偵コナンがやってるあれですよ、あるじゃないですか、あれに乗ってね、坂道からね、スーッと下って、この人、あ、もう死んじゃうよ、そんなことやってたら。で、僕の目の前でそれ飛び出してきたんで、まあ、一応、なんか行っとこうと思ってね、まあ、僕、別に関係ないから、あの、いいけど、ただ、死んじゃうかもしれないから、それ覚悟してやるんだよ、死ぬ気でやんなって言ってきました。そういう言い方の方が通じるかと思ってね。
僕が子供の頃もね、団地の行っちゃいけないところとかに登って遊んだりとかしてたんで、まあ、気持ちは分かるんですけど、悪いことだからっていうの、本当死ぬかもしれないからやめてきなって言ってるんですけど、やっぱ子供の時って分かんないですよね、危ないということが。ああダメだ、もう平方のこの辺りはひたすら住宅街をうねうねこうやってなんか縫うように行くもんですから、どこがどこなのか全然手がかりもなくて、昔の面影もなくて、これは市街地を抜けるのに相当苦労しますよ。道が複雑すぎて、もう枚方市を抜けるのは相当大変でしたけれど、多分もうそろそろ抜けるはずです。そして本当にありがたいことに、今また夜川堤を走るようになるようです。だからこっから先はまっすぐただひたすら行くだけでいいんだ。暗くなるまでに森口に着けそうですね。おお、向こうに見えるあの山の向こうが京都です。そして目の前が淀川、これを下り切ったところにあります大きな町、日本で2番目の町大阪がここからこんなによく見えるとはね。東京から530キロ、ずっと自転車のペダルを漕いで、それ以外のことはせずここまで進んできました。こんなことできるんですね、本当に。あ、本当に感動的だ。こういう見え方をするのが感動的だ。本当に今回の旅行はいい経験になりました。こんな素晴らしい景色の中を最終目的地へ向けてひたすらに突っ走れるなんて、これほど贅沢で爽快なことはありませんよ。箱根峠の下りであってもものにならないですね。これの距離は相当長く、まだあの大阪モノレールをくぐるところまでは直線でひたすら突っ走ることができます。大阪モノレールか、もう本当に大阪の中に入っていくんですね。さっきまで向こうの淀川堤をずっと走っていましたが、いよいよ降りてきてこれで終わりです。すでに森口市内に入っています。浄水場の間を行くんだな。時空の道って書いてあったんですよ、ここ。あ、じゃあここが旧境界道なのかと思ったら実際そうでした。森口宿が近づいているから、多分それに関係する案内がまた出てきてくれるでしょうね。なんかいかにも元々は工場地帯だったけど、それを再開発したかのような感じかな。実際どうか分かりませんが、阪神高速か。まだここは大阪市内ではありませんが、大阪市営地下鉄までもうさっきの道路の下には走っているそうです。ちょうどこの辺りからです。森口から大阪へ通勤する人のための足なんでしょうね。街の中心は多分京阪電車の森口市駅なんじゃないかな。お、こんな風な解説書きもあるし、地図を見た限りでは東海道の57番目の宿場町森口宿に到着したと言っていいでしょうね。全部これ来たんですよね。こうやって見てみると、確かに全部の町をどのように通って、そこで何をしたか全部記憶にありますからね。全部ご覧になった皆さんも覚えておられると思うんですけど、長い道のりだったよ。
この大津のところで分岐をして、今日は伏見、淀、枚方、そしてこの森口、次が終点の大阪です。これは京橋が終点ということになってますが、京橋が終点だった時代と、それから高麗橋が終点だった時代とありまして、今回は高麗橋まで向かうことになっています。説明書きには文禄堤とあります。森口の名物です。さっきまではずっと淀川沿いを走っていたのに、途中で急に淀川から降りて、そして街中に入るというルートになりました。実はこれは今でこそこのようになっていますが、昔はこういう形ではなかったそうです。まさにこの絵の通りだと思いますが、川がまあ今で言えばこの辺りに大きく迂回するような形になっているんですね。だからそうするとこの森口地区はすぐ北側かな、北側に淀川が流れるという状態になっていたわけでして、それではすぐに増水したら水が来てしまって崩壊するかもしれない、道が壊れてしまう、大変だということで、この淀川から水が溢れさせるのを防ぐために豊臣秀吉がここに長い立派な堤防を作ることを命じたのだそうです。で、実際このようにですね、今から進んでいくところはずっとこのような立派な文禄堤ということになっていまして、この右とも左とも比べて、まあ、両方と比べて、ここが一番高い場所としてこれから連なるそうです。考察場もありました。今まで何度も見ましたけれど、これが最後の一つですね、おそらく。まあ大阪にもあるかもしれないけど、あれに見えるは京阪電車森口駅、その間にわざわざ一つ谷のようなものがあってから、ここにもう一度登るのは、もともとこの右手に淀川が流れていたからです。京阪電車の森口市の駅があります。その手前に橋がかかっています。もともとこの下は水路かなんかだったんでしょうね、多分。向こう側見てください、これまさに安土桃山時代に作った、この右手に流れていた淀川の流れ、もしも溢れてしまった時に対応して築き上げたと言われる文禄堤そのものではありませんか。だから江戸時代にここ大阪へ向かって歩くと、街をやっぱりこんな風に上から見下ろすことになって、そして今よりももっと壮観な眺めだったでしょうね。まだこんな立派なビルは建っていなかったはずだから。さあ前方、森口塾の目抜き通りに来ました。中川家の礼二さんも森口出身だそうで、もういつもテレビでお世話になりっぱなしなんですけど、きっとここはご存知でしょうね。それ知らないわけないよな。もうお腹減ってね、あんまり美味しそうだから買っちゃいました。たこ焼き350円、大阪の人からしたら何とも思わない値段なのかもしれないけど、東京はなんか銀だこが全てを支配している感がありまして、500円ぐらいがなんか相場ってイメージですけどね。安いよな。ちゃんとしたものはこれで出てくるわけですし、ちなみに私の行った店は面白くてね、ドンキホーテみたいな感じで1円玉が会計のところに置いてあって、1円単位の端数ではどうぞこれをお使いくださいってなって、レジ袋は有料1円なんですよ。あ、なるほど、そういうやり方があるのかな。面白かったですね。うん、食べると力が出ますよね。タコは2切れも入ってるわ。美味しかった。じゃあもう行っちゃっていいですよね。次が最終目的地、大阪高麗橋です。雰囲気が川崎のあたりに似てきましたよね。もう距離的には、ああ、やっぱりそろそろかなと思ったんですよ。ついに来ました、大阪市。大阪市に入るんだ。距離的にはもう品川ぐらいですから、行ったところでちょうどもうそういうところになりました。
ついにゴール目前、京橋駅まで来ました。すごいですね、大阪にはセンスある落書きをするやつがいるもんだ。 JR の高架にこんな石垣の落書きを施したんですか。まあ JR にお世話になっているものからするとね、 JR の高架に落書きしてる、それを褒めるってのはちょっと問題があるんじゃないかという気がするんですが、まあそこはバンクシーとかいう人の落書きもすごい話題、人気になっているようですので、お見逃しいただけるだろうと信じています。大阪城が見えました。やっぱり立派だ、本当に立派ですね。もう間もなくこの自転車シリーズも終わりなんですね。ああ、着いた着いた。ここが大阪の京橋です。京橋か。東京が京橋で大阪が京橋。よくよくごっちゃになっちゃいますが、これは大阪城の外堀も兼ねております寝屋川です。外堀かな？外堀じゃないかもしれないわ。こんな立派なお堀の川です。水面には京橋駅近くのビル群を映しています。ブンブン音を立して頻繁に休む間もなく、飛行機が伊丹空港へ向かっていきます。あっちでガタンの音を立たせているのは、ずっと今日一緒に走ってきた京阪電車。もうそろそろここから地下に入って上本町、そして終点の淀山市と着きます。ごめんなさい、僕多分上本町って言ったと思うんですけど、上本町じゃなくて天満橋です。ごめんなさい、この駅はね、天満橋の駅ですよ。上本町は近鉄ですから。かつてはこの京橋のたもとが東海道から続く京海道の終点ということになっていましたが、現在はもうしばらく続きます。あとほんのちょっと、最終目的地蓬莱橋まではすぐです。そしてここがこれまで目指してきました大阪蓬莱橋です。この右手にある橋です。これ行っていいんだな。着いた、着きました。東京から自分の自転車ずっと漕いで、そうすればちゃんと着くんですね。ここがかつてのという言い方をしましょうか。かつての大阪の中心、蓬莱橋です。東京から大阪まで旧東海道57次をたどって、そしてやってくるという今回の旅の趣旨は完全に達成しました。東海道57次の終点、大阪蓬莱橋に到着です。ここに立派な解説書きがあります。江戸時代の蓬莱橋は幕府管理の十二公儀橋の中でも格式高く、西詰めに幕府のお触れ書きを掲示する制札場があったほか、諸方への距離を測る起点にもなっていた。江戸時代、大阪の中でも重視されていたこの蓬莱橋は、明治時代になりますと、ここからまた各地への距離を計算するその起点として、要は西の日本橋として道路の原標として活躍を続けていたのでした。すぐ脇には高速道路の出入り口があります。そして上はまた高速道路に塞がれています。日本橋と同じようにここに日が落ちてくるということはありませんが、逆にそれが始まりの地と終わりの地のそれぞれ奇妙な共通点があっていいものです。どちらもここからの距離を測るための原標の場所として活躍しました。ここは後ってなってるから、今はもしかして違うのかな。こんな立派なものもあります。これが義母子。日本橋のものは消えてしまいましたが、大阪で義母子をつけている橋はかなり珍しかったそうです。これはレプリカ、本物なのか。これ慶長9年って書いてありますけど、慶長ってのは江戸幕府ができたばっかりの頃のものですから、まあ、もしその頃のであれば本当に価値の高いそんなものがあそこに置いてあるんじゃないかと思います。京都の三条大橋みたいにね。昔ここは大阪の商業の中心地として、それは凄まじい賑わいを呈していたそうです。現在はその商業の中心地も多少変わってきたようでして、またいわゆる蔵屋敷が並んだりとか、それから
まあ、商業のための商家が並んだりとか、そういった光景もなくなりましたので、割と大阪の中ではひっそりした場所になっているかもしれません。到着が夜になることをちょっと心配していました。こういうひっそりとした場所にある橋だから、これは夜になったら闇に飲まれちゃってあまり見えないんじゃないかなと心配していたんですが、その心配は無用でした。53次、それから続く4次全部出して、江戸と大阪の間の重要な物資の輸送ルート、その終点にふさわしい立派な佇まいを今でも見せてくれています。それでは皆さん、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この電動自転車もですね、実はこの計画をやるために購入したものでございまして、ついに目的通りの使用方法を果たすことができてございます。この後も、まあ、この電動自転車、せっかくですね、自転車で行く旅行の面白さは私も知ったつもりですので、時間を作りまして、今後またもし可能であれば、中山道とかですね、まあ、それから別に昔ながらの街道とか関係なく、行きたいところを自由に自転車で旅する、そういうことをやってみても面白いかもしれません。ゴキブリがやってきました。頑張ってますね。この動画はここで終わりですが、このシリーズはあとまだ1回だけ続きたいと思います。明日私は早朝に東海道新幹線ののぞみ号に乗って東京へ向かう予定です。久々の新幹線、そして久々の公共交通機関、今までは交通機関は一切利用していませんでした。そしてこれまで辿ってきた53次を時速285キロで駆け抜けていったら一体どんな気分になるか、自分自身でも楽しみだし、そこで思った正直な感想を皆さんにお知らせして、そして技術の発展した現代をみんなで一緒に喜んで、この動画シリーズを終わりにしたいと思います。最終回のご視聴もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。